峰田和信は日本のシンガーソングライター。峰田電機の創業者の孫として山形県に生まれた峰田は東京情報大学経営情報学部に入学。在学中に浅井武雄とフォークデュオを結成。そこに我孫子慎也と高校の同級生の村井守が加わる形で青春パンクバンドゴーイングステディを結成。千葉のアパートで生み出したファーストシングル You&I をはじめ数々の名曲を生み出し若者の心をつかむ。人気の絶頂であったゴイステであったが2003年に解散。新しいギターメンバーとして陳中村を迎え、銀杏ボーイズとして再始動し、全国でのライブ活動を精力的に行う。ライブ中に全裸になったことによる書類送検や、NEWS23 での生演奏など、数々の伝説を残したバンドであったが、2013年に峰田以外のメンバーが脱退。現在はサポートメンバーとともに、銀杏ボーイズとして活動中であるが、その人気は変わることなく、新たな若いファンを魅了することで、幅広い層に愛され、人々の心をつかみ続けている。今も色褪せない彼の歌は、若者の心の闇を切り裂いて、光の中に立っているのかもしれない。